はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の積分と面積 ③ 三角関数編をお送りします。で、今回ね、この問題2問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でちょっとですね、まあ最近ずっとなんですけど、喉がやっぱり調子が悪くて、今日ちょっと一段と悪くてですね、変に詰まったりとか、変な裏声が出てもね、ちょっと申し訳ない、聞き苦しいとかあると思うんですけど、よろしくお願いします。で、今回は三角関数の問題で、まず0から π、x はこの範囲について考えていきます。で、前回と同じような感じで、ひとまずはグラフを書きましょうと。どこの面積求めたいかわからないからね。まあもちろんこのぐらいだったら、まあ、つわものの方はね、いや、全然頭の中でいけますっていう方は全然いいんですけど、ひとまずはね、書いていきます。で、y=sinx なので、まあ、有名なあいつですね。原点を通る、ここからね、原点を通って、こう、うねとこういうやつです。で、周期が 2π なんで、ここの半分が π になります。こいつが y=sinx ね。で、同じように y=cos2x を書きます。もともと y=cos2x2 がついてないですね。x はこの01スタートで同じ周期でうねうねしていくんですよね。ただし 2x になると2倍のスピードで進んでいくので周期が半分です。つまり 2π で1周だったのが半分の π で1周になります。つまりここスタートでこんな感じで、この π のところで一回りというか一周してくる。これが y=cos2x ね。よろしいでしょうか。で、これさえかけてしまえば、まず求めたい面積、囲まれるのはここだってことはわかります。この部分。で、面積、場所分かりましたと。じゃあ次の段階何が欲しいかって言ったら、やっぱ積分区間なんですよね。2次関数とか1次関数でやったのと同じように、どっからどこまでの積分をしなきゃいけないのかが欲しい。じゃあそれはどこかっていうと、やっぱ交点なんですよ。ここ。ここの x 座標。ここね。が欲しいわけです。じゃあ、その交点を求めるためにはどうするかって言ったら、やっぱ連立方程式を解かなきゃいけないので、この連立を解いていきます。じゃあ、まずじゃあ sinx。イコール cos2x。まあ、つなげましたと、代入法でね。で、cos2x は、ちょっとこう書こうか。こいつは有名なやつですね。1 2sin 事乗 x。これ公式です。じゃあ、これで変形していきましょうと。サインに揃えたいんでね。で、揃えて、全部左辺に持っていきましょうか。そうすると、2sin 事乗 x プラス、sinx マイナス1イコール0か。で、ここから因数分解です。で、このままね、できる方はこのままやってほしいんですけど、もし、サインとかになってる因数分解分かりにくいなっていう方は、一回サインを t とかって置いてください。サインを t って置くと、2t2 乗、プラス t マイナス1イコール0です。こうなるからね、これあとたすき掛けしてもらうと、ちょっとここはまあ、やっちゃいましょうか。こうなって 2t で揃えてマイナス1だからプラス1とマイナス1か。こうなると因数分解完了です。だからそれの t の部分が今サインに戻せばいいだけなので 2sin x マイナス1と sin x プラス1イコール0ですね。で、これを解くと左のカッコ、こいつが0になるか、こいつが0になればいいので、左側のね、括弧を0解くと sinx イコール2分の1。右の括弧を解くとマイナス1になります。じゃあ、今、x はね、0から π なので、この範囲で考えた時の x はいくつかっていうと、入ってるかな？あ、大丈夫ね。いくつかっていうと、3x、これが2分の1になるのは30度か150度です。0から180度の範囲で考えるとね。30と150なんで、6分の 1π と6分の 5π ですね。で、サインがマイナス1になるのっていうのは270度の時ですね。出ちゃってるんですよね、ここから2分の3パイなので。だから答えに書くことはできないので、今回はこの2つです。で、これが何表してるかっていうと、ここですね。左が6分の1パイ、右が6分の5パイと。これによって積分区間が分かりました。で、普通にね、これでも全然構わないんだけど、普通にやると、積分区間も分かったんで、6分の1パイから6分の5パイまでを上にある関数が今、上はさ、ここ y=3x ですよね。で、下が cos2x なので、sin(x) マイナス cos2x の dx をかけてくれると、積分すると、あとはこれで OK です。あとやってください。でもいいんですよ。これ全然構わないんですけど、このタイプ、三角関数でよく使う技でもうちょっと楽ができます。楽ができる。で、どう楽をするかっていうと、図をね、書いた時に、これ絶対じゃないですよ。なる時があるっていう話なんですけど、これ左右対称なんですよ。ちょっと俺の図が下手なんでちょっとずれてるけど、この面積の真ん中でこう切るじゃないですか。例えばこう左側青塗りますね。これと右側の面積同じなんですよね。つまり左側の青の面積求めてそれの2倍ってやっちゃえば面積求まるんですよ。いや別にこっちでもええやんって思うかもしれないんだけど、これちょうどね半分青の線ね、ここっていうのは0から π0 から π のちょうど半分なんで、こいつ2分の π なんですよ、青のところ。そうすると積分区間が6分の1パイから2分のパイに変わります。で、今回ちょっとこっちでやります。あ、ない。ちょっとティッシュがなかった。こっちは計算しますね。しつこいですけど、普通に6分の1パイから6分の5パイでもいいからね。いいんだけど、ちょっと突き抜けてここ行きましょうか。いきます。インテグラル6分の1パイから2分の1パイの、でも同じね。上にあるのは sin(x)。下にあるのが cos2x。で dx と。ただ忘れちゃいけないのが面積を2倍する必要があるので、ここに2は入ります。こうやって。これ忘れないでね。で、積分していきましょう。2は書いておきます。sin(x) を積分するとマイナス cos2x。こいつを積分すると、まず cos が sin2x に変わるんですけど、2がね、余計にくっついてるので、2分の1が出てきますと。で、ちょっと右の式に入っちゃってるけど、こうね。で、2倍でしょ。で、何がいいかっていうと、2分の1パイがね、割と便利で入れるじゃないですか。これ90度ね、2分の1パイ。コサイン90度は0なんですよ。2x すると180度に変わりますけど、サイン180度も0なんですよ。つまりこれ、上入れた時ね、両方0になってくれるんですよね。これが結構起こります。そう、三角関数計算してるとね、だから楽だったりする。で、こっちが終わったんで、下入れます。下引き算だからね。引く、30度。コサイン30度は2分のルート3。でも元々マイナスがいるから、マイナスとマイナスでプラスになって、2分のルート3。で、こっち 2x は3、元々30度で60度に変わりますと。だからサイン60度は2分のルート3だから同じですね。プラスに変わる。もともとね、引くなってたから、引くなってるから、プラスに変わって、2分の1と2分のルート3なんで4分のルート3となる。で、カッコの中身が通分すると4分の3ルート3です。で、2をかけるから答えとしては2分の3ルート3と。よいしょ。これで終了となります。めちゃくちゃしつこいですけど、全然ね、6分の π から6分の 5π でやってもらっても同じ答え出ますからね、大丈夫なんですけど、左右対称の時はぜひこれを使ってください。楽ができますからね。はい、ということで1番が終わりました。2番いきましょうか。で、同じくまず 3x がおりますので書きましょう。で、同じ範囲だからね、ちょっと大きめの波にします。なんとなく察して、理由は。3x ね。で、今度は y=sin3x です。サインなんでスタートは原点で OK なんですけど、周期が、3分の1になります。3倍のスピードで進んでるイメージですね。つまり360度周期だったのが120度で帰ってきます。で、これをね、チェックしていくと、π で終わるじゃん。ここ結局、積分区間が。じゃあパイの時どうなってんのかなって考えると、これパイ入れますよね。サイン3パイですよ、3パイ。ってなったらこれ0なんですよ。だからここ通るんですよ。ここも通るし、ここも通るんですよね。で、3倍のスピードで行くのでどうなるかっていうと、こうなります。こうなる。じゃあ、一応ね、書くと、どうせ後で使うからね、もうバレると思うけど、書いておこうか。ちょうど2分のπの時ですね、ここ。の時にマイナス1になります。2分のπやると2分の3πになるので、サインマイナス1になりますよね。270度なんで。だからこうなると。で、囲まれてる部分の面積を求めたいんですよね。じゃあ、囲まれてる部分の面積どうなるかっていうと、さっきみたいに、まあもちろんここはあるわけですよ。ここは。あるんですけど、当然ここもあります。そしてここもあります。ね。だからこういうふうに1箇所じゃなくて、やっぱ複数出てくるパターンもいっぱいあります。積分に関しては、面積に関してはね。でも、やることはあんま変わんなくて、結局ここの交点が必要なんですよ。ここ。ここですね。だから、ここの x 座標と、ここの x 座標を出したいと。じゃあ出すにはどうするってさっきと同じで、これの連立を解いていくしかありませんと。だから、連立を解くために、sin x イコール sin 3x。これを解いていきます。で、これ3倍角使ってね、sin 3x を、3sin x。マイナス4サイン3乗 3x で変えてももちろんできるんですけど、これ移行するとね、ちょっとあれだ、幅が絶対足んなくなるから、ちょっと節約していくね。今移行してまとめるとこうなるんですよね。サイン 3x マイナス 3x、 まあこれ見たらね、あ、和積使えるじゃんと思ってください。和積懐かしいですね。一応書いとこうか。右側の方がいいかな。これで sinα、要はマイナスだね。sinα マイナス sinβ は、2、sinα、コサインが先か。コサイン2分の α 足す β、sin 2分の α マイナス β です。これ和積ね。サイン、あと α プラス、ここがプラスだったら、こことサインとコサインが逆になります。2サインで、こっちがコサインね。で、コサインプラスコサインだったらコサインコサインです。コサインマイナスコサインだったらサインサインで、ここがマイナス2になります。1個で和積ね。で、これを使うと、まあね、アルファとベータって考えるとさ、これがまとめるので2でしょ。で、まずコサイン来るから、コサイン2分の足したもの、4x 足してるから2で割って2x。後ろがサイン引くと 2x で2に割ってるから、こうなります。つまりこれが0になる時っていうのは、コサイン 2x こいつが0になるか、こいつが0になるかしかないんだよね。じゃあ、このさっきと同じですね。x は0から π、 180度までしか使えないので、この範囲の中で、これが0になるのを考えましょうと。でやっていくと、まずサインからいこうか。サインが0になるのは、0度か180、まあ、0か π ですよね。だから0か π、まあ、こうなると。で、コサインの方が0になるのは、まあ中ね、2x。コサイン 2x のこの角度が、コサインが0っていうのは90度か、270度でもなります。270度でもなるので、2分の π もしくは2分の 3π になればいいと。今ね。で、もともと今 2x で考えてるから、これ x が0から π なんですけど、2x だったら0から 2π まで入るからね。だから、イコールで結んだ時に90度もしくは270度までを式の中では使えるっていう。で、両辺2で割っちゃえば、まあ単純にね、ここが4分のになるから、こうなる、x は。で、これは、45度と135度なんで入ってるよね。つまり、4分の 1π と4分の 3π、この4箇所が出てきましたと。で、今ね、この図に、グラフに戻ると、0はここだよね、交点。0になってる。で、π もここの交点だからなってますよね。で、ここが4分の 1π。で、こっちが4分の 3π になりますよと。OK でしょうか。これで、まあ、準備はできました。でよ。で、本当だったらいい。本当だったら、さっきのね、まあ、どうせわかると思う。半分に切るんやろって思ってるでしょ。その通りなんだわ。なんだけど、本当は、0から4分の 1π まで、ここまでと、4分の 1π から4分の 3π までと、4分の 3π から π までを3つ分けてやります。計算は一気にできない。なぜなら、この4分の 1π と4分の 3π の瞬間に、上と下の関数が入れ替わっちゃってるから。最初は sin3x が上にあるもんね。で、下が sin x。だから、sin3x-3x でやるんだけど、ここの間は逆になってる。sin x から 3x を引く。でも、こっから右に行くとまた 3x から sin を引くって形になる。変わっちゃってるから全部分けます、本当は。で、それでも解けるんですけど、やっぱりさっきとね、同じように、これちょっとごめんね、図が下手くそだったね。完全に同じに見えないけど。こうやって、こことここは分ける必要出るよ。出るからね。でも2個の計算やってかける2の方が楽じゃないですか。で、ここもさっきと同じく0から π の半分だから、ここ2分の π だから。だから、0から4分の π と4分の π から 2π に分けて積分しますのが楽だからね。では、行きましょう。まず、左側こっちです。この面積を求めると、ちょっとこっちから行こうかな。こっちね。0から4分の 1π。ここまでは上にあるのが 3x の方なんで、sin3x マイナス sin x。これが左側の赤。プラス、インテグラル4分の 1π から、この2分の 1π ね。ここまではひっくり返っているので、sin x から、3x を引いていきますと。で、あとは、これをやるんだけど、それを最後2倍するから忘れずに2倍ね。全体を。シュッとね。まあ、中やっていきましょう。まあ、やるね、積分あんま変わらんけど。で、ここやっていくと、サインはコサイン、あとマイナスコサインに変わりますけど、3分の1が余計に出てきますので、こう。で、これを、プラスに変わって、コサイン x で、0から4分の 1π。プラス、後ろも同じですね。マイナス、コサイン x と、プラス3分の1、コサイン 3x。書きながらも体力を奪われそうだ。こうやっていって、2。よし。で、あとは丁寧に入れていきましょう。これって45度ね。4分の π。だから45度3倍するから225度か。コサイン225度。っていうことは、どこだマイナス2分のルート2か。まあ、ルート2分の1も2分のルート2でいいね。マイナス2分のルート2なんで、6分のルート2になるか。プラスになるからね。で、こっちがコサイン45度は2分のルート2だから、プラス2分のルート2と。で、0は、1ですね。コサイン0は1になるので、ここが1入れてマイナス3分の1で1だから、プラス3分の2か。でも、引くになってるから、引く。こうっすね。これが左のカッコよ。ここ。大変。で、こっちっす。で、出ました。2分の1倍。ありがとうございます。90度はね、入れると0なんですよ。で、2分の3倍も270なので0なんですよね。ありがたい。ということで、0、引くスタートだね。で、入れると45度で引くでプラスに変わるから、2分のルート2。で、ここも、さっきと同じだね。マイナス2分のルート2なんですけど、もともとあったマイナスがあるから、プラスに変わって6分のルート2。はい、ほい。見えてきたかなこれでね。ってことで、カッコの中身、まあ、このセットがあるね。これが6分の3だから、6分の4ルート2。で、足すと、まあ、6分の4が3分の2ルート2だから、それが2個あるから3分の4ルート2。あ、何必死に頑張ったのに切れてるじゃない。すいません、ズルします。ちょ、上行くわ。だから3分の4ルート2、こことね、ここね。で、あとこいつがマイナス3分のルート2なんで、それに2をかけるから、答えはかけそうだね。ちょっとこっち行こうか。答え。2をかけるから、3分の8ルート2マイナス3分の4。入ってるよね。OK。これで終了となります。長えな、本当にもう。まあでもこれはね、まあ、このタイプも結構定期テスト、まあ、受験とかにもね、見ますけど、定期テストでも出てくるイメージがあります。最後の方でね、結構得点配分が高いところで出てくるので、ぜひね、ちょっと、まあ、苦手な方とかは、うわって思うかもしれないんですけど、ひとまずその三角関数に関してはグラフを書いて交点を出すと。で、交点の区間でどっちが上、どっちが下なのをちゃんとやりつつ、こうやって解いていきます。こうやってね、ちょっと消えちゃったけどごめん。で、まあこのタイプはね、ちょっとごちゃごちゃしてますが、やることは一緒です。まあその時にね、ちょっと懐かしい和積とかも使いましたが、まあこういう風にやって、分けていく。そして、対称性。毎回じゃないからね。毎回ではないんだけど、左右が、面積が対称になってる時は真ん中で切ってやると。特にこの0からπだったら真ん中が2分のπになるからさ。そうするとかなり簡単に、まあ簡単といってもこの量だけど、簡単に計算することができますので、この辺もぜひ覚えてもらえたらと思います。では、今回はね、数3の積分と面積 ③ 三角関数編をやらせていただきました。で、次回は楕円をちょっとね、取り上げていこうと思いますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。